皆さんこんにちは。小学6年生の三国やっていきたいと思いますね、次回まとめのテストになりますのでよろしくお願いします。ブスの割り算がメインになりますけれども、日の内容まで入れちゃいますので、これ一番スタートの部分だけなんですけれども、5回やった日の内容の、ところまで出ますのでよく確認しておいてください。まあ日の内容はですね、一番スタートの部分っていうところもあって非常にやりやすいです。7g と 9g の割合を比を使って表すんだけど、比を使うときは間に点々っていう点2つ縦に入れていきますね。これをね、対って呼びます。対ね、なので読み方としては7対9ってやりますね。こういう風な形でやってもらえれば大丈夫です。7対9ですね。ただ、そのままね、かけるものもあるんですけど、中にはこういうのがあって、35個の5石、まあ、5で使う石のことですね。あの黒と白の石がありますね。見たことある人もいるかもしれません。で、黒石が17個の時の黒石と白石の個数の割合ということですね。なんで5石持ってきたか、普通にね、なんかの石でよかったりするんだけど、まあ、黒と白って分けたいんですよね。はい。で、こちらの方なんですけれども、これね、黒が今17って分かってないけど、白は分かってないんですよ。だから白を出さないといけないんですね。全部で35個って言ってるから、まあ、出し方的には全然普通に引き算で求めてもらえればいいんだけど、これ勢い余って35使っちゃう人がいるんで、ちょっと気をつけてください。というわけで、あともう一つはですね、大事なことは、割合書くときは、この出てきた順番で書かなきゃダメです。ね、入れ替えちゃうとダメなんで、必ず黒白の順で出てるから、黒対白っていう、こういう形で17対18って出してください。これ入れ替えないように気をつけて、出てきてる、書いてある順番通りで、比の割合っていうのは出してください。はい。で、比の値っていうのもちょっと紹介していきます。比の値って何ですかっていうと、分数で出す問題ですね。こちらの方に関してはですね、4対7の比の値にするときは、まあ、基本的に割り算で計算するんですけど、結局分数に直すわけですよ。まあ、4割る7を分数に直すのと同じことなんです。なんで、右にある、数字を下に持ってきて、左にあるのを上に持ってくるって、もうそれだけでいいです。7分の4。こういう形で、比の値は出してみてください。ただ、一つ注意点は、まず9分の3っていう形で出しますよね。約分できるじゃないですか。はい。というわけで、約分できるもの、必ず約分してください。それから、4分の16ってなるじゃないですか。1分の4になったら整数に直してください。こういうところ注意ですね。で、小数が出てます。はい。小数が出てるときは10倍してください。そうすると8対36って整数になりますので、これで戻ります。つまり36分の8なんで、36で、それから四味が8だね。だ9分の2ってなりますので、こういう形で持ってくるでしょう。で、こちらも4対100ってなりますね。整数も必ず10倍してください。だから100分の4ってなるので、これ25だから25分の1ですね。こういう形で出れば OK です。ということで、小数の時は10倍して、まあ、もし 0.09 とかっていう形でね、100分の1の位まで出たら100倍してください。まあ、今回問題としては10分の1の位までなんですけど、まあ、こういう形で10倍してくれれば大丈夫です。というわけで、日の内容は比較的やりやすいですので、もう一度確認しておいてもらって、まあ、あとは分数の割り算、よくね、復習しておいてくださいということです。はい。では続けて国語に移りたいと思います。一度画面があります。順次です。はい。ではですね、やっていきたいと思います。川と乗り用の括弧2番の内容です。これをテストに出しますので、よろしくです。川の声をほにゃらとあります。川の声をの後に言葉を続けるとしたら、どんな言葉が適切ですかということで、川の声をの後に縦線が引かれてるんですよね。この後に続ける言葉って何ですかっていうと、直前にいますね。これ同じことを書きたいんで省略してるんですよ。なんでこの音をの後に響かせてきたのだろうって直前の文章書いてありますよね。ですので同じのこと、響かせてきたのだろうという形で全く同じ言葉をぜひ書いてみてください。そして、母ちゃんの手がせっせと動くとあります。母ちゃん何をしてますかというと、こちらの方に関してはですね、ちょっと後だな、16行目、1,2,3,4 行ぐらい後ですね。赤ん坊の乗り物の汚れ物を洗うって書いてありますので、まさしくその通りですよね。なので川で
赤ぬもののりおの汚れ物を洗っていると書けるでしょう。で、鈴木の方は川の口で旗を振ったとありますが、これどのような様子だといたものですかっていうことで、川の口で鈴木の方ですね。まあ鈴木の方はですね、皆さんテキスト43ページ見てもらうと絵が書いてありますんでね、あ、これかってわかると思うんですが、まあ植物でございます。植物がね、旗を振ったっておかしいよね。これあくまでも鈴木の方が揺れている様子を旗を振ってるねっていう。実はこれ戦争時代の話なんですよ。戦争時代はですね、兵隊さんを送るとき日本のね、旗を振ってましたよね、国旗をね。そういう形で見送ってたんで、まあそれも例えてるんだと思います。なんで、風に吹かれて揺れている様子なんですね。様子につながるような形で書いてください。で、のりおの父ちゃんは行ってしまったんです。のりおの父ちゃんも見送られていきました。特に戦時ですよね。戦争時代の話ですからね。だからこそ旗を振られて見送られたんですね。そして、父ちゃんの片手のひらが、一時も惜しいというように、のりおの小さい足をさすっていたっけっていうことなんで、これは戦争に行くわけだからね、生きて帰ってくる保証はないわけです。なんで、で、母ちゃんの日に焼けた細い手がきつくきつくのりおを抱いていたとあります。この時の母ちゃんの気持ちに関してですが、これは父ちゃん行っちゃったわけだからね、もう寂しさとですね、心細さに必死で耐えようとする気持ちだよね。っていうことで、胃が入ってはい、というわけでここまで確認よろしくお願いいたします。次回こちらまとめのテスト出しますので、もう一度復習しておいてください。では本日ここまでとなりますね。皆様次回よろしくお願いします。では。